皆さんこんにちは。今回はシデコブシの剪定です。シデコブシはコブシの仲間ですけれども、白い花もあり、ピンクの花、紫の花などたくさんの種類があります。今回お話をするのはこちらのシデコブシです。鳥が花びらをかじってしまい汚らしくなってしまうので、お客様がネットをかけていらっしゃるようです。昨年の10月に剪定したものが先日開花していましたので、今回は秋の手入れと春の開花についての関連性をお伝えしたいと思います。10月ともなれば花芽というか、もうつぼみとしてしっかり確認できます。伸びすぎた枝を剪定する場合も、つぼみを残して切れば確実に春に咲きます。この枝に注目しておいてください。枝の頂部にも側部にもたくさんつぼみがあり、樹形を乱すような強い枝でもないので、こういう枝は手をつけずにそのままにします。これが翌年の春の同じ枝です。今にも咲こうとしていますね。逆にまっすぐにこのようにツーッと伸びたような枝は、花芽があったとしても先端に1個しかありませんから、木を大きくしないために元から取ります。この枝は深く切り戻すためにここで切ろうとしていますけれども、もし花芽をたくさん残したいのでしたら、2つのつぼみを残して切り戻します。花を優先するか、木の縮小を優先するかということです。立ち枝や徒長枝は付け根で切ります。大きく枝を抜かなければならない場合、花芽との兼ね合いで悩みますね。上の方にたくさんつぼみがあるのは承知しているのですが、小さくしなければならない場合は、なるべく下の方にある花芽を一つでも残してあげます。徒長枝や立ち枝は花芽が関係ありませんから、しっかり取ります。ここで切ればつぼみが残せます。どうもカメラの具合が悪く焦点がうまく合わないので、今回は短いですがこれで終わりにします。木蓮の剪定もコブシとほとんど同じような剪定ですので、そちらも参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。